はい、皆さんこんにちは、しろです。よろしくお願いします。ということで、タイトルサムネでもうお気づきかと思うんですけれども、今年のコラボがおそらく、今回のチェーンソーマンコラボで最後になる可能性が高いかなということで、コラボ今年のやつができた可能性があるんですよね。もしかすると11月12月って言ってね、他のコラボが入ってくる可能性はあるんですけれども、まあ可能性としてはちょっと低めかなということで、今年のコラボがまとまったということで、今年出たコラボキャラクターだけで、まあどういうキャラクターたちが評価されてて、どういうキャラが、まあ、スルーしてもよかったのかなっていう、なんだかね、今年の答えみたいなのがもう出てると思うんですよね。なんでそれだけを話そうと思ったんですけど、まあ、せっかくなんでランキング形式にしていって、まあどういうキャラがね今でもブイブイ言わせてるかだったり、今どういうキャラがホットなのかっていうのを可視化できればいいかなと思います。まあ、今回チェーンソーマンのコラボもキャラも入れてるんで、まあどれぐらいの立ち位置につくのかなっていうのを、これで一緒に見ていければなと思います。はい、でコラボ作品のみなので、どうしてもやっぱねランキング形式でこのキャラよりこのキャラの方が弱いみたいになっちゃうんで、ちょっとそういうのでね、自分の好きな作品のキャラクターたちがね、下側に行っちゃう可能性って結構ね、一部のコラボの方はね下目になってしまう可能性があるんで、そのあたりをね、気をつけながら見ていければなと思います。はい、であと僕個人の意見なんで、もちろん手持ちによってやっぱすげー変わるんですよ。うん、このキャラここワンパンできるけど、デクでよくねみたいになったら、今回デクとかは入ってないんですけど、デク使ってる人からしたらそいつは使ってないキャラになるし、逆にデク持ってたらそのキャラがめっちゃ使うキャラになるしっていうのがあって、結構前後するんですよね。なんで一人の意見として見ていただければなと思います。これが答えではないですね。はい、で大きな基準は、まあ高難易度とかでの活躍を重視したい。うん、簡単クエストとかでポーンって規制取ったとかよりは、どちらかというともう高い難易度で活躍してる、代用が聞きづらいみたいなところを、最重要視して、見ていこうかなと思います。まあ一番ね、コラボで逃しちゃいけないのって、期間限定キャラクターで手に入れられない可能性があるので、代用が聞きづらいっていうのが一番引かなきゃいけない理由になってくると思うんですよね。なんでそこを重要視して、見ていこうかなと思います。まあでも 2,3 体は速攻で決まるね。うん、まあ多分軸を作ろう。まず軸、はい、軸作っていきます。まず A の軸むずいな。 A の軸はむずいんですよね。まあアルマドはとりあえずここだと思う。だからアルマドに並ぶ、まあそれ以上に強いってキャラクターだけが S に入ってくるって軸作りは合ってると思う。俺今年出たキャラクターの中で一番代用が効かないかなって思ってて、一番全体のバランスがいい、本当にキャラとしての強さがもう本当に圧倒的な気がしてるんで、ここはまあ硬いと思う。100人に聞いたらまあ80人ぐらいは S に入れるんじゃないかなってぐらいのキャラでは合ってると思う。はい、じゃあ次。いやーこれ難しいな、本当申し訳ないんだけど下から決めるっていい？いっちゃん下と一番上を決めるわ。はいはい、もうね、好きな作品の好きなキャラがね、もしかしたら入ってしまってるかもしれないんですけれども、ちなみに俺ジョジョのこの3キャラの中だったら多分ウェザーリポートが一番好きなんで、ちょっと心苦しい、一番下入れなんですけど、いやめっちゃむずくないこれ。ちなみに最初に入れたのは答えじゃないから、後でポンポン変えてくんだけど、あ、じゃあ1作品ごとにしてこっか。1作品ごとにいくわ。鬼滅からいくか。まあまあ炭治郎は俺ここぐらいで、忍この辺、煉獄さんここ、義勇ここ、禰豆子ここって感じかな。俺のイメージこんな感じ、鬼滅は。で、他とのバランス見て後でまた変わるんで、鬼滅はこれにしとこっか。うん、最初の方に来たなんだ。あ、ごめんなさい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 、はい、ごめんなさい。もう本当になんかいろんな重複ごめんなさい、忘れててごめんなさい、一番下でごめんなさい。はい、ほんとごめんなさい。これはただね、パンデモニアムが出てから爆発のアタッチボムっていう役割がすごいなんかね、めちゃくちゃいいキャラになったんですよね。だからパンデモニアムのおかげで C まで上げてる人っていうのは結構いるかもしれないですね。うん、音なら S なんですけどね、 SS の時の音量は S なんですけど、はい、ってな感じかな。じゃあ次何のコラボ行こっかな。ワートリほっとくと後で怖いんだよな。うん、ぶち壊すからさ、ワートリってさ。ワートリね、ちなみにどれが平均点が高い、出たキャラクターの平均点が一番高かったのは群抜いてワートリだと思います。うん、ワートリだと思う。だからワートリキャラクターってのは軒並み上位に入ってくるんじゃないかな。じゃあコナン行こっか。むずいな、持ってるものはめっちゃ強いんですけどね。コナン君はね、俺ここっすね。
まあ、活躍の具合だったりも、キャラのスペックだったり、まあ、代用効かないでいうと結構代用効かないものは持ってますもんね、コナン君もね。まあ、ポジションキラーも増えてきちゃ来たっちゃ来たけどね。アムロさんはねマジ代用効かないんですよ、本当に代用効かないんだけど、活躍がねやっぱ結局アムロループっていうループだったり、当時出たシオンループだったりも、その実用性のある使われ方っていうのがやっぱり難しいですよね。他のキャラ依存になっちゃったりするし、キャラ持ち次第では本当に弱いキャラになってしまいますので、アムロさんは1個下げてここにします。で赤井秀一もここ、うん、赤井さんも強いんだけどね。てかこう見るとさ、やっぱコラボキャラのスペックってさ、持ってるものはもうぶっ飛んでますよね。だから適正キャラさえ、まあ、適正クエストさえもらえたら、もう後からドーンと上がってくるような性能をみんな持ってるかなっていう印象を持ってますね。ただそれで今の段階でその上位がいたりとか活躍ができてないから、このランクになっちゃってるっていうのはある。だからもう次の豪絶が赤井秀一の適正クエストとなったら赤井さんボーン上がってくるしって感じなんだよね。残酷ですね。うん、はい、まあタイバニか、タイバニはね、ファイアーエンブレムはここ、いやー1個下でもいいかな。うん、こっちにしとこっか。持ってるものめっちゃ強いんですけどね。うん、まあ、D の中でも一番上って感じかな。あ、でブルーローズは B まで上がる。タイバニも B かな。うん、 B かな。ブルーローズは正直 A でもいいかな。タイバニはここでも、炭治郎、禰豆子がここで止まってるって考えるとやっぱこの辺で止まっちゃうかなとは思いますね。で煉獄さんは上に行くのは間違いないと思う。うん、オッケー。じゃあワーツリーダメ、ワーツリーダメ、ワーツリーまだあと、あと君はあと、ワーツリーはあと。はい、次ジョジョか。なるほど、難しいとこっすよねジョジョもね。どうかな。ジョータロはねここなんですよ。これ以上上がることは多分ないかなって思ってて、まあ適正さえもらえればねまたポーンと上がっていくんですけど、まあ言うて超究極一本だよね出てからね。あの本当に必須っていうか強いっていうの、一応ね天魔9でもそのキャラが少なかった頃にすごい使えてたっていうあのキャラなんですけど、とはいえかなっていうところがあるな。これはどちらかというと SS ってよりはアビリティだけでここまで上がってきてるって感じかな。アビリティに関してはもう本当 S、 アビリティだけの話をするなら S 言ってもおかしくないぐらいのキャラなんで、うん、SS の加味するとここで、ジョリーンが1個下かな、同じぐらいか、いやここかな。うん、アビリティはジョータローの方が持ってるものは大きいと思うんだけど、SS はねジョリーンの方がねやっぱはるかに使いやすいかなという印象を持ってるんで、まあそこでどっこいでこのぐらいかな。で他横と並んでも、でもちょっとやっぱブルーローズ違和感あるな。これブルーローズだけちょっとこの中で強いな。まあこれ後で調整しよっか。今の段階はまあとりあえず全キャラ入れるってところがね今の目標なんでね。これやっぱ楽しいな、これねやっていくのね。でちなみにこれあのティアメーカーね、この作れる表をねあの概要欄に載っけとくんで、僕が作ったやつですね。はい、なんでもしよかったらみんなもやってみてください。アーニャ、アーニャもハマればな。ただね今回チェーンソーマンとね転送壁かぶりで短縮できる要因として使えるってなってくる。あとまあ加速要因、ダウン要因、まあ使ってるわな結構な。でもねまだやれるんすよねアーニャってね。これまだまだやれるんすよアーニャ。ここ、うん、ここだと思う。禰豆子下か、いやこんなもんだろう。ちょっと上が強すぎんな、上が強すぎる。ちょっとブルーローズやっぱ違和感あるからこっちにしとくね。ごめん、後で直すかもしれないけど。でもアーニャはここだね。で夜はここ、間違いない。夜は絶対に上行きます。でロイド・フォージャーはここ、うん、これは違和感ないな。うん、違和感ない。夜さんだけやっぱちょっと抜けてるかな。豪絶3種全部いける、加えて天魔の適性、しかも楽にしてくれる無理しない適性っていう、まあ救ってくれる度合いが違うかな。天魔やってる人にもやってない人にも全部刺さってるって感じ。うん、でめんどくさいね超絶爆絶とかにも刺さってきてるし、まあ豪絶三種がでかいよな。うん、しかもその中にカウシーリアとかが入ってるのも相当大きいし、まあ強いだろうね夜さんは、文句ないと思います。でルビー、ワンピースちょっと最後にしてえな、先にやっときたい。いやワンピース入れとかんといけんな。ですね、難しいな。まあルビーはここ、まあカウシーあるしね。でゾロ1個上こうなってる。でサンジはこっちだね。はい、下行ってもいいよね、サンジに関しては。で、エースはこっち、間違いなく。で、サボヤマとか。じゃあ、ワートリさん、ワートリさん、ワートリさん、後でしてください。ワートリさん、後です。サボヤマと。サボヤマと。持ってるもんは強いけど、ルフィより下がんねえもんな。ルフィと同じか、その1個上かになってくるんで。どうかな。
いやー俺はここっすね。こうだな。こう。うん。そう考えるとワンピースも平均点めちゃくちゃ高いっすね。やっぱゾロとエースがね抜けてますよね。本当にね中でもね。まあ両方ともね、あのエースだったらプレデビオールだったりとか、それこそ過去のクエストで言うと、セレナーデだったりも使えてるし、まあ現状ラクラクエストでも使える、コーナイルクエストもひたすら使える。でやっぱ割合が偉いよね。結局割合 SS 持ってきちゃってるから、本当にいろんなところで使えちゃってるなっていう印象を受けますね。はい。で、ゾロも間違いないですね。天魔から始まり、で他のクエストも割合で活躍し、で割合がなかったとしても本当に強い。チャージショットのイメージを変えてくれたキャラとして、まあ上に来てるかな。いや A の充実感がやばい。うん。A の違和感なさがやばいわ。A 本当に違和感ないね。え、これちょっと S の壁大きすぎてちょっと妥協しないといけないかもしれないな。S 妥協するかもうちょい。うん。なんかちょっと違和感あるんで。まとまき電動入りさせた方がよくないこれアルティメットマドカ電動入りした方がいい気がするんだけど。はい、じゃあマドカここ B ですね。でホムラ、ホムラも B で、京子も B かな。いや B のとりあえず入れとけばいい感がすごいから、一瞬整理していいですか。A の中で中でも強いやつを S に上げる。うん、アルマド一体になっちゃうこのままだと。なんで、俺はこうですね。こうかな。でブルーローズと煉獄がこれ以上上がることはないかなと思ってて、で中でも A の中でも強いやつっていう、あ B の中でも強いやつっていうのを A に上げたいってなると、うん、違和感なくなった。こうかな。あ、すっごい違和感なくなったね、これで。S がちょっとあれだけど、あ、こうだな。うん、ちょっと S はもったいぶりすぎてましたね、俺はね。うん、こんな感じかな、今のところ。あとでまた違和感が出てきたら、変えようかなと思う。うん、あ、すごいしっくりくる。異常にしっくりくるわ。ここが、こうなる可能性はあるかなって思うけど、まあでもネズコは B かな。この下の下に行くと低すぎるように見えるし、 B にいるとちょっと高すぎるように見えちゃうんだよね。まあでもこの後のちょっとキャラクター入れて、まあぶっ壊しコラボ、ワールドトリガーが入ってきたらまた変わると思いますんでね。はい、ということでチェーンソーマン、うん、チェーンソーマンここで、パワーは B で、アキくんが C って感じかな。いやアキくんが B かな。うん、ここは変わらないんじゃないかな。うん、アキくんは持ってるものがあるんですけど、この後ですからね。結局コラボってこっから変動するから面白いんですよ。うん、現段階ではこういう評価をされてるけど、こっから変動されるんですよね。で出たばっかの頃なんてエース多分こんなんすよ、 B とかっすよ。でその後にここまで上がってきたって感じなんで、そのパワーを秘めてるのはまあアキくんかな。うん、アキくんがこの後ハマったらマジで S 入りキャラだからね。本当にそういうレベルになってくると思う。うん、で窓まぎは合ってるかな。京子だけ1個上に行くっていうのは合ってる、かな。うん、やっぱ軒並みワンパンキャラはちゃんと上に上がってきてますね。パワー A に上げてもいいですけどね、現段階でもね。ただちょっとトリッキーっていうのがな、キラーの扱い的にもね。まあこのメンバーと並んでた方が違和感がないかな。上のメンバー行くとちょっとまた違ってくるんでね。うん、そう考えると過去のワンパン強えな。あーね、もうちょっと活躍してくれればね、自信を持って A なんですけど、正直今の活躍だと B に落ちてもおかしくないんだよな。いやーこれ楽しい、やっぱ。はい、じゃああ、まだいた、はい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 、うん、これもいいや。うん、ワールドトリガーいきましょう。目玉コラボでした。はい、これ多分今のところ一番復刻を望んでる人が多いんじゃないかってぐらい、やっぱやばいコラボだったんだけど、どうしようかな、誰かでもかな。まあジンさん B。はい、まあ、ジンさんは B かな。あの天まで割合 SS っていう使い方をできるとかがあったと思うんだけど、まあそれ以外の使い道って考えるとね、ちょっとなーって感じだよね。武器が今のところ時代が進みすぎちゃって、友情コンボがそこまで大きい武器じゃなくなっちゃったってのがあれかな。はい、でカラスマここ鳥丸もここだね。はい、ここからだよね。ちなみにこの残り4体は全員 A 以上だと俺は思ってますね。粉線 A、 うん、粉線は A かな。それ以外でほぼ使ってないんで、まあプレデビオールと近畿28、ここぐらいでしか俺粉線の採用がないんですよね。うん、で今回パワー出てきたとはいえど、多分俺粉線使うんじゃないかな。うん、どうしよっかな。
難しいっすね。 S に行く、まあ多分とりあえず全員 A なんですよ。うん、で誰が上に上がるかなんだよね。俺は木崎さんだと思ってるんだけど、どうなんだろう。篠田さん久我の方が上なのかな。正直ね、久我ネオもね最近そうでもないんですよね。当時出たばっか、久我が出たばっかの時はまだみんなネオ飽きてなかったし、クエストもまだネオで壊させてくれてたんですけど、最近ネオコピーっていうのがね徐々にやっぱ減ってきてるんですよね。っていうのも考えると、今の時代まで上がってきちゃうと久我はここ止まりでいいかなってちょっと思ってるんだよね。でも結局ワンパン強いからな久我な。本当にしてるからな今でもワンパンね。いや久我はちょっとさすがにエースだな。うん、ごめん。だって乙骨がエースだもんね。乙骨最近落ち目になってきたとはいえど、やっぱ強いって意味でエースに入れてんなら久我もエースに入れなきゃいけないわ。うん、で木崎さんはやっぱ止まってないからな、エースに入れたいんだけど、まあいかんせん今の、いやごめん、木崎は上に上げるわ。うん、で篠さんはここでいい、篠さんはここでいいと思う。うん、しっくり、しっくりだわこれ。しっくりすぎる。今年出たコラボの中でしっくり。ちょっと順番に見ていきますね。ここ時間ください。ね、窓か文句ない、夜さん、文句ない、うん、ゾロエースはもう全く文句なくて、乙骨もいや結局強いからまだ、いや S 今の環境だって A でもいいかなって思うけど、やっぱ強いよ。うん、結局ね今ね、そのジャック・ソロモンが出てきたっての考えて、光属性に与える影響、それにマドカも出てきちゃった。でサポートの方ではアーニャいて、ワンパンの方ではサボ・チェーンソーマンまで出てきたって環境でもやっぱ強い。うん、全員のいいところをなんかやっぱほんと90点ぐらいで全部持ってきてる感じなんですよね、乙骨って。だからまあさすがにまだ下げるのは早いかなと思いますね。結局まだ使うんでやっぱね、本当に選んじゃうよね、乙骨ね。ってなると、うん、木崎さんがやっぱちょっと違和感放つな。S って言われると木崎さん入れ、いや木崎さん A だな。ごめん。これちょっと一個落としとくわ。うん。でも久我はまだ行っていいかなって感じ。はい、じゃあ次 A。煉獄 OK。ブルーローズ OK。サボヤマト。いやヤマトが1個落ちてもいいかなって感じなんですけど、ヤマトの SS とジョータロージョリーンの SS 同じって言われたらさすがにヤマトでしょってなるんだよね。ってなるとちょっとパワーも上でいい気がしてきたわ。うん、パワーかな。こっちだったら違和感ないかな。あ、これなら全然違和感なくなっちゃうかな。うん、あのヤマトの SS が下に負けてるってことも多分ないと思いますし、うん、めちゃくちゃ良さそうだねこれの方がね。うん、確かにヤマト入るならパワーもここだな、間違いなく。ヤマトが下がるならパワーも下がる。でサボはもう OK、うん、これはもう無落車っていうね結果残してるんで OK で、うん、でね近畿のね周回も結局なんか使ってる人は使ってるんでね、そう考えるとサボ OK で、アーニャはアーニャ1個落ちるか。うん、転送壁っていうギミックさえ、いや今チェンソーいるし、まあ環境としてもアーニャはここから上がってくるって環境、まあ未来のことはそんな考えてないですけど、現環境の実績でもまあ A ぐらいはあっていいかな。うん、で、強固ここだね。 S に行くほどの、火力っていうかそれはないかなっていうので強固ここでいいと思う。うん、でチェーンソーマンもここ合ってる。はい、で、粉線ここ、粉線1個下がってもいいかもしれないけどね、そろそろ。うん、でも、うん、まあここだな、粉線強いな。うん、結局強いんだよな、プレデビュールいけちゃったしな。はい、で、まあ、ワートリゼはもう一回、うん、でパワーここ OK で、じゃあ B 見ていきましょう。B で上がりそうな可能性があるのは、穂村亜希くんぐらいか。うん、穂村亜希くんがもしかしたら上に行くかもっていう性能をしてる。いやこれもうちょっと逆か、本当にみんな C より強いですかって話か。この CD マジさ軒並み高難易度適性持ってないんだよね。ってなると、ま、窓かか、いや窓かは強いな、さすがに無理だな下に落ちるのは。落ちるとしたらねずこ、とりまる、ジョリン、ロイド、ルフィ、うん、この辺かな。やっぱあれだね、やっぱ過去より今の方が自走倍率おかしいことになってますね。義勇さんとかはめちゃくちゃ自走倍率とか高いんですよね。でも今の時代で見ちゃうとアビリティ数がやっぱね少なく感じちゃいますよね。今このアビリティ出てきたらは少なってなると思う、めちゃくちゃ。
でもなんかしっくりきてっけどな。どっかな、まあ、人によってはこっから落ちるキャラっていうのが出てくる気するな。コナン、まあ、使ってないからな正直。コナンめっちゃ使わなくないですかまあ正直ね、まあ、下のキャラの方がもっと使わないですけど、でもそう考えると最近っていうとあれなんだよな、天元様の方が使ってるんだよな、まあ、使ってるっていうか使ってた、一瞬使ったっていう印象じゃあげられないからな。高難易度なわけでもないしね、って考えるとまあこうかな、まあ、コナン下がってもいいけどな。でジョリーンは今回の EX でもハマったし、まあ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 最近活躍もあったってことで、いやーここすげえちゃんとした判断をしないと。いやーでも結局 なんでこんな同じコラボばっか使うんやろな本当に。え、だって今俺頑張ってワートリを下げる理由を探してたんですけど、使うんだもんねえ、なんでなんすかね、なんでこんなに適正もらってんすかね。なんかちょっとムカついてきたわね、なんか同じコラボだけでずっとね。あ、多分くれよな。いやーどうかなー、どうかなー、炭治郎も結局テンペストーズだったりいろいろあったしなー。いやーむついなー。タイバニとかもね、ここ SS なかったら多分一番下まで落ちてっかな。まあコナンかなー。でもコナン落としてこのメンツよりは強いんだよね正直。めちゃくちゃ強いんですよねコナン使って、あの刺さったらロイドかな、落ちるとしたらな。いやでもロイドも超強いんだよ、めっちゃ強いんですよね超バラ解放とかすると。はい、ツボこれでいきます。はい、私は今回これでいかせていただこうかなと思います。S6 キャラ、ここの違和感のなさえぐい、本当にこのキャラって感じ6キャラは。でこっからあとはまあ最近来たコラボたちかな、まあ、窓マギあとはチェンソーマン、その2個ぐらいはこれからどんどん上がってくるタイプのキャラだと思ってるんで、窓マギとチェンソーマンに関してはちょっと仮決定みたいな感じになっております。だからアルマダも結局さ、その上位互換みたいなのが出てきたり、ソロモンジャックが結局止まんないみたいになったら、ここからガンガン下がってくるキャラだとは思うんで、あとはまあ今現段階だとね、その、まあ、SS の仕様がこの飛ばすっていうのがさ、まあアドカと、まあ言えばキッドローとかそういうのばっかじゃないですか、なんで今後これを超えてくるような SS と思ってて、マドカより使いやすい性能が出ちゃったら一気に下がってくるキャラだと思うんで、まあ現段階ではこういう感じかなという形です。はい、ってなると肝心なのは何コラボが当たりだったのかって話なんですけど、群抜いてワードリだね。ワートリー、あとワンピースも結局当たりだったね本当にね、軒並み点数高いですからね。ジェルマぐらいジェルマぐらいですね。あれはね、船から降りなきゃいけないってほどのやつはいない。だねがやっぱ当たりだったかなって感じで、そう考えるとバドマギとかチェンソーマンも結構高いっすね平均点ね。どれか1体ズバ抜けてちょっとんってなるやつがいたりするとガチ引くの怖かったりするんですけど、平均点は高いからやっぱ引いてもいいコラボだったのかもしれないね。であとはこのキャラがどれぐらいその時強いって言われてたかってのが重要なんですけど、アルティメットマドカはもうコラボ期間中からアホって言われてた、これはやばいってずっと言われてたから、まあみんな分かってたマドカ。次ヨルさんも出た時から SS の仕様がめちゃくちゃやばいって言われてたんだけど、そのめちゃくちゃやばいって言われたのはだいたいねチェーンソーマンぐらいの熱量だった気がする。だから結局その後に天までのワンパンがあったりとか、まあ豪絶三種にハマってたからっていう強みがあったから S まで上がってきたってキャラだね。だこれもね強いと思っててそれが正解になったパターンなんだ。だから今チェーンソーマンの SS とかって結構さエフェクトだったり特殊演出だったりすごい騒がれてると思うんだよね。で火力も高いしだと思うんだけど、それがなんかポーンとねヨルさんみたいにハマったら上に上がるって感じだね。だからチェーンソーマンはそこで狙うタイミングを見ていいんじゃないかな。でゾロはまあこれはこいつはもう元々持ってるもんだけど勝負してる、ゾロとエースに関しては。でエースは後から
あ、ゾロも天魔だし、エースも後からプレデビュールが発表されてて、プレデビュールがやっぱなかなか難しいクエストだったんで、エース一強になってたんだよねっていうのがあって、ガンと評価された形になります。はい、でこれ当時も、いや、これ出たばっかの時は割合だから今後高難易度でハマるかもしれないね、じゃあ持っておいた方がいいかもねぐらいで言われてたよね。で、プレデビュールとかにハマってガーンなって評価されたキャラだったりするから、これはちょっと逃しててもおかしくないね。だからこういうところを見なきゃいけないっていうののポイントの一つだね、割合っていうのがついてるとこ。そう考えるとパワーが A まで上がってきてるのは合ってるかもしれないね。パワーもそれがあるしね。はい、じゃあ次、乙骨。これ乙骨はね、最初から騒がれてた。あれおかしくないってなってた。ちょっと出すの半年間違っちゃったってぐらい強かったから、乙骨は OK。まあこれはもう目に見えて強かったから大丈夫。で、久我もそうだね。これはもう重心化の時からむっちゃ強いって言われて、それが回避されただけなんで、うん、そこは変わんないかな、久我もね。うん、ってなると、やっぱり S とこまで上がってくるキャラクターのほとんどが、そのコラボの時に、あれってなるね。ちょっとこの性能おかしすぎないってなってるやつがやっぱ時代作っていくって感じはしますね。ゾロエースぐらいかな、ちょっと難しかったのね、そこの判断がね。まあ十分強い性能ではあったと思うんだけど、でもそう考えるとやっぱ割合ってやばいね。割合キャラ軒並み評価されてるよ。これが割合 SS が強いって言われてる理由だろうな。本当に明確に使い道があってコーナーエールでも刺さるっていうところなんだね。じゃあパワーとかもっと上がってくるかもしれないね、もしかするとね。一撃ドーンっつってね。いやー楽しみっす ね。こうなるとやっぱ好きなキャラクターどんどん上がってきてほしいなって思うんですけれども、俺ね、今年のコラボの満足度の理由が分かったわ。このこれちょっとちなみに原作全部知ってるんですけど、もう当時コラボ来た時に読んだっていうのも含め全部知ってるんですけど、中でもこの中でもちょっと抜けて好きなのがマドカ、やとエースゾロと乙骨とかだよね。で、あとアーニャなんだよなっていう、その作品の中でも自分の好きなキャラクターが強いから俺今年楽しいんだ、ってのは思ったね。めちゃくちゃ好きなキャラクターが強い、それは楽しいわね、そりゃ楽しいわ本当に。だからこれでね、またチェーンソーとかパワーとかも上がってきたりしたらウハウハよね。はい、ということで、今年2022年の、今だと11月4日現在の、コラボキャラクターランキングでございました。はい、僕が感じてるものになって僕のキャラ持ちからの視点になってますので、それどれだけ他のキャラを持ってるかで結構コラボキャラクターは評価がばらけてくると思いますので、はい、皆さんもよかったらね、自分でやってみていただけたらなと思います。これね、作っていざ自分で動画見直してみたりすると、はなんで俺ここ入れたのってのが結構あるんですよ。前回もそれがあって、うわ恥ずかしいってなってたんだけど、はい、今のところ多分見直しもしたんで一応大丈夫だと思います。あと一番申し訳ないパターン、ここに載せるのを忘れてた、これもあり得るんで、そうなってた場合は本当に申し訳ございません。ってことで、皆さんもぜひね、概要欄からダウンロードして、このティアメーカーやってみてください。ってことで、最後にチャンネル登録もね、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。